今日ね、一軍登録を外れたベテランの岩瀬選手なんですけども、それ、まあ、自分から二軍調整を申し出たという岩瀬選手については、たけしさんは、どう感じていますか？うん、そうだね。やっぱり何かちょっと期するものがあったとは思うのね。はい。だけどもうあと30試合でしょ？はい。はい、の中でどういうふうにしていくかっていうのは、まあこれからいろいろな技術的にもうミニキャンプやってももう正直言って間に合わない、うん、だから自分の気持ちの整理をつけてやり始めるしか俺はないと思うんだよね、うん、だから今どうこうして例えばねランニングしてとか投げ込みしてって言って良くなるものでもないから、うん、まあ、自分のこの2軍に行って熱いところでね若い選手とやってまだまだ自分ができるかどうかっていうことを確かめてまたね、はい、身体決めればいいと思うので、まあ、考える時間は少ないけども、どの辺で結論を出すかってことだろうね、そうですね。たけしさん、はい、バッターの目線から見て、今年今岩瀬投手上がってきて、一時本当にあすごいなっていう感じあったと思うんですけど、投げてるボール自体が今ちょっと変わってきてるってところあるんですか？いやね、やっぱり夏場っていうところもあるし、はい、まあこれだけ岩瀬も試合数投げてるから、はい、打たれることも正直ってあるんですよ、それは昔みたいなね、40セーブもしてる時の岩瀬とはもう正直言って違いますから、僕は打たれることもたくさんあると思うんですよ、それが大事なとこで打たれてしまったから自分の中でおかしいのかなっていうね、俺ここにいていいのかなっていうね、やっぱりその責任感が出てくる強い男なんで、そういうとこでまあ一回ちょっとね2軍に行ってリセットかけてまた自分がどうなるかってことを考えてると思うんだけどね、だから言うほど僕はね球は変わってないと思う、ああそうですか、言うほど、はい、はい、そうなんですね、これは昔みたいなね、40セーブもしてる時の岩瀬とはもう正直言って違いますから、僕は打たれることもたくさんあると思うんですよ、それが大事なとこで打たれてしまったから自分の中でおかしいのかなっていうね、俺ここにいていいのかなっていうね、やっぱりその、今日ね一軍登録を外れたベテランの岩瀬選手なんですけども、それ、まあ、自分から二軍調整を申し出たという岩瀬選手については、たけしさんは、どう感じていますか？うん、そうだね。やっぱり何かちょっと期するものがあったとは思うのね。はい、だけどもうあと30試合でしょ？はい。の中でどういうふうにしていくかって。今年今、岩瀬投手上がってきて、一時本当にすごいなっていう感じあったと思うんですけど、投げてるボール自体が今ちょっと変わってきてるってところあるんですか？いやね、やっぱり夏場っていうところもあるし、はい、まあこれだけ岩瀬も試合数投げてるから、はい、打たれることも正直ってあるんですよ、まあ、自分のこの二軍に行って熱いところでね、若い選手とやってまだまだ自分ができるかどうかっていうことを確かめてまたね、はい、身体決めればいいと思うので、まあ、考える時間は少ないけども、どの辺で結論を出すかってことだろうね、そうですね。たけしさん、はい、バッターの目線から見っていうのは、まあこれからいろいろな技術的にもうミニキャンプやってももう正直言って間に合わない、だから自分の気持ちの整理をつけてやり始めるしか俺はないと思うんだよね、だから今どうこうして例えばねランニングしてとか投げ込みしてって言って良くなるものでもないから、